長、あたしよ。助けに来たの。アミューサちゃんに見つかったの。もともとあの子はイェーエンファーさんの命令で、あたしを捕まえて中央庁へ連れ帰るためにあたしを追ってきたの。でもあの子は中央庁のために頑張ってるあたしと隊長のことを信じて、地下に侵入する方法を教えてくれた。あなたをたた、あたしたちの努力が認められたの。すごく嬉しい。さあ、一緒に逃げましょう。ちょっと悔しいよね。中央庁のために、みんなのためにこんなに一生懸命頑張ったのに。でも私はあなたにはここから生きて出て、でもどうしてでも残るって言うなら私は止めない。どっちを選んでも私はずっとそばにいるから。だから教えて、私と一緒にここから逃げる。たとえ生き延びる希望がなくても、頑張ってできるだけ遠くへ行くのはどう？嬉しい。本当に君にはがっかりしたわ。確かにアントネーワはもう死んだ。私のことは、一つ君に聞きたいことがある。人気使いたちが命を懸けて戦っていき、君はそんな人間じゃないわ。よく考えてみなさい。人気使いたちの命、この世界の救世主の命。そう。そうよね。は当たり前よ。だって私が知る限りしょうがないわね。みんなが戦ってるというのに、全てを捨てて、ここから出るわけにはいかないわね。大丈夫。あなたが決めたことだから、私のお願いを聞いて、私たちの約束を思い出して、慎重に考えて決めた結果だから。安心して。アンは部屋の外で待っているから。私はあなたの剣となり、盾となる。私が必要な時はいつどう使ってもいいのよ。人気使いが隊長の命令に従うのは当然だからね。心配しなくてもいいよ。あなたの選択なら、きっとそれは正しい選択。だってあなたはアンの大好きな人だもの。大したことないわ。ただの雑魚よ。心配しないで、私に任せて。このドアは全ての脅威からあなたを守る。そして私は絶対モンスターをこのドアに近づけさせない。